どうもクレーンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて、今回も例のまっちゃんの件フォーカスしてみたいと思います。さてね、いよいよ、当事者である下月ルナさんという方が今ここに来て証言され、文春の記事の内容が明らかにデタラメであるという発言をされました。何しろね、当時の飲み会に出ていたとされる下月ルナさん本人からの発言ですので非常に重いと捉えるべきではないでしょうか。今後の裁判においてもね、証言台にも立ちますよとルナさんはおっしゃっており、ますます今後まっちゃん有利に働く可能性が高まってきたと。で、今回はですね、よく村西徹先生が投稿でこの香川教授の件を例に出されるわけですけども、一体これってどういうことというふうにね思われる方も多いと思うんですが、この度はこのように投稿されています。村西徹先生サブアカウントで、やったらやり返されるを覚悟で死者が出ても書くとの文春元編集長で現発行人の新谷学殿、いい度胸だが世間を舐めている、死をもって抗議するとした香川教授の遺族から起こされた裁判で、自己正当化にも程があると裁判長に断罪されし過去を忘れてか、もはや吹けば飛ぶような文春法だろうにと。今回だけではなくてね、何度もこの香川教授の件を出されているわけですけども、これは一体どういう事件だったのか、こちらの暇人雑記という、ブログに詳細が書かれています。本にもなっているようです。これは聖岳かな、事件、という本、にもなっているということでね、ちょっと読んでいきますね。2000年11月5日、毎日新聞が旧石器捏造事件をスクープした。民間の考古学研究団体の東北旧石器文化研究所の副理事長である藤村新一氏が、これまで発掘してきた日本の前中期旧石器時代の遺跡が全て捏造だったという事件である。新聞紙面にトップニュースで取り上げられただけでなく、テレビでは藤村氏が遺跡に石器を神の手で埋めている動かぬ証拠を映したビデオが流され、大変な衝撃を受けたものだ。この事件は日本の考古学会最大のスキャンダルとして世間の、注目を集めたと。なんて読むのこれ、そしてその2ヶ月後の2001年1月18日発売の週刊文春に、第2の神の手という大見出しで、40年前に別府大学の香川光雄氏が手掛けた大分県の聖岳遺跡が東北の遺跡捏造事件と同じような捏造遺跡であるかのように報道された。当時その記事を読み、そんなバカなまさかと思う一方で、心中はというね、何とも言えぬ衝撃、不安、戸惑いの気分に覆われたのを覚えている。さらに2001年1月25日発行の週刊文春には、大分聖岳人はやはり捏造であるという大見出しが躍った。これに対し香川名誉教授は、週刊文春の編集長宛に週刊文春の記者の取材を受け、不愉快な記事を2度にわたり掲載され、戦後55年の長く真面目な学級生活と楽しみにしていた余生を台無しにされました。この恥ずかしめは忘れませんと、抗議文を送ったが、抗議文は黙殺されてしまった。本来なら報道対象となったものから抗議があった場合、報道側は抗議を真摯に受け止めて返答し、より慎重に取材し正確な記事作成に当たるというのがメディアのルールであるが、文春側はこれを怠った。今回の抹茶の件でも怠ってますよね。本人は完全否定しているのに、自信がありますとかね、なんとか言ってましたが、結局ルナさんのような方が出てきたと。そして2月18日、香川名誉教授の呼びかけで九州の考古学の専門家が一度に会して、
聖滝遺跡出土の石器を肉眼で観察し検討する会が持たれた。この結果、石器は後期旧石器時代から縄文時代後期もしくは晩期初頭の石器が混在すること、石器の時期は少なくとも三時期に属する資料である。石器材料の黒曜石は佐賀県伊万里市越岳と長崎県星華半島産の2種類であり、縄文時代のものは前者を、旧石器時代のものは後者を主に使用しているという結論に至った。これを受けて3月6日別府大学で記者会見が開かれ、聖滝石器検討委員会の座長が質疑応答の場で40年前の発掘段階の遺物に対する見解と今日の考古学研究のレベルで新しく確認できた点などを比較して説明するなど、聖滝問題をマスコミによるスキャンダラスな視点から学問的ルートに戻すことに努めた。この記者会見の最後に香川名誉教授は記者たちを見回して次のように述べた。1、石器の形態に統一性がないことは発掘当初から疑問に思い、報告書でも指摘していた。2、40年前の調査を新たに現代の目で見直していただくことを歓迎する。3、常に新たな目で検証し直すことが学問だと思っている。新たに石器の一部が縄文時代のものと判明したことは学問の進歩で喜ばしいことである。4、間違いは許されるが作り話は許されない。5、今回聖滝遺跡が捏造事件と言われたことは本当に悔しい。週刊文春の記者は当日別府大学に来ていたようだが、この香川名誉教授の会見にはなぜか出席していない。なんでこれ。3月8日週刊文春の3月15日号が発売された。その見出しは聖滝洞窟遺跡は別の4遺跡から集められていたという衝撃的なものであった。この記事の中には別府大学関係者の証言として聖滝遺跡の発掘が始まる前、発掘に参加した人物の研究室を訪ねた時に彼は引き出しから石器を取り出して、この採石場は福井洞窟のやつだと自慢げに言って私の手のひらに乗せてくれたとある。聖滝遺跡の発掘が始まる前に発掘に参加した人物で別府大学に研究室を持っていた人物は香川名誉教授しかいない。この記事は明らかに名指しはしていなくても福井洞窟から発掘した石器を聖滝遺跡発掘前に香川名誉教授が埋め込み、それを聖滝遺跡から出土したように装うことによって遺跡を捏造したというふうに一般読者に想像させるものであった。この3回目の週刊文春記事に香川名誉教授はこれはひどいなぁと沈痛な様子でつぶやいた。3回にわたる名誉毀損記事により名誉を大きく傷つけられてしまった。抗議文には梨のつぶてで当事者への追加取材もなく記者会見も無視され、巨大なマスコミのペンの暴力によって社会的に葬り去られて無力感に打ちひしがれた香川名誉教授であったと。そしてその結果どうなったか。抗議の実施、3月9日午前10時10分香川名誉教授は自宅の書斎で自ら命を絶った。長男次男宛、妻宛、学会学友市民宛の3通の遺書が残されていた。いずれも週刊文春の悪質な、これは懺悔と報道による恥ずかしめを受けた死の抗議であるとしたためられていた。これに対して週刊文春は3月22日号で次のような記事を載せた。決して神の手を聖滝洞窟発掘調査団の団員や香川氏個人だと決めつけるどころか、その疑念に触れたこともない。その上、香川名誉教授から文春への抗議がなかったように記載し、さらに学者であられるなら学問的業績への疑惑の指摘には学術的に反論していただきたかったとまで記載していた。この記事は死者を鞭打ち遺族の心情を逆なでするものであった。ひでえ雑誌やな当時から。遺族は文藝春秋社に協議を申し入れた。
週刊文春は3回にわたる報道内容と3月22日号の弁明記事について質問のためである。この中で捏造と断定した根拠は何かの問いに、断定はしていない、権威も追認という権威の言葉の引用であり文春が断定したのではない、などと詭弁に終始した。遺族側はこの協議で名誉毀損に至った週刊文春の報道について文春側が謝罪したならばそれでよしというつもりであったが、謝罪は一切なく事態打開の方法は裁判闘争しかないと判断するに至ったということでね、名誉毀損で提訴、30人の大弁護団が結成されました。そして第一審大分地裁では判決が謝罪広告と慰謝料660万円、まあそれに対してね、文春は終始一貫して自らの正当性を主張し、報道姿勢について一切反省しなかったことを受けて原告は控訴を決定ということでね、まあ控訴したわけです。そして第二審控訴審福岡高裁でも謝罪広告と慰謝料920万円という判決が下った。さらに、これは週刊文春がずさんな取材と薄弱な根拠で聖だけ遺跡を捏造と断定し、香川元教授が捏造に関与したとの印象を与えたことは明らかであると被告を断罪した。しかしさらにね、文春は最高裁に上告したわけです。そして第三審上告審最高裁、ここでの判決は上告を棄却ということで、確定したわけです。そしてここからがまたひどい。故香川光雄別府大学名誉教授に対する謝罪文、週刊文春2001年1月25日号、同年2月1日号、同年3月15日号において、昭和30年代に大分県聖滝洞窟遺跡から採取された石器が捏造であり、同遺跡発掘調査の責任者であった香川光雄別府大学名誉教授があたかもその捏造に関与した疑いがあると受け取られる一連の記事を掲載しましたが、これらの記事のうち石器が捏造であること及び同教授がこの捏造に関与したことは事実ではありませんでした。これ完全にペンによるちょめちょめですよね。この記事により故香川光雄別府大学名誉教授の名誉を傷つけご迷惑をおかけしたことをお詫びしますで済むわけねえだろ、命をも奪っておきながら。そしてまあこれでね、遺族裁判支援団体は香川名誉教授の名誉回復の裁判に勝訴して一件落着となったかに思えたところが、週刊文春は同じ号で最高裁謝罪広告命令、先進国では日本だけという記事を掲載しているのである。一般的には何人にも裁判批判は自由である。しかし謝罪広告を載せて反省したかのように見せて、その後で判決批判記事を掲載するというこの出版社の態度はどうか。判決には一応従うが遺族への真の謝罪の気持ちはないんだという本音が見え見えである。本の副題に報道被害と考古学論争とある。あらゆる学問に研究者の中で論争があるのは当然であり、研究や論争を通じて学問の進歩もある。こと考古学の分野で今どのような論争があるのかは不明にして知らないが、報道被害というのは以前から関心を持っている。それは日本国憲法が全ての国民に保障する基本的人権の中の自由権に関わる問題だからである。かつて表現の自由の名のもとに人権を踏みにじる記事や報道がなされることが幾度となく繰り返されている。懲りねえなこいつら、本当に。名誉を傷つけられた弱い被害者がそのために社会的に葬られようとも、提訴する経済的ゆとりのない者は泣き寝入りするしかないのがほとんどである。裁判になっても大きな経済力を持っているマスメディアの場合は敗訴の際の経済的リスクを負ってもセンセーショナルな興味本位の記事で読者をつかんで商業的ベースに乗ればいいのだという姿勢がある。今回の抹茶の件もね、売り上げが2億を超えたと、まあ名誉毀損で負けても2、300万程度だろうと高をくくったわけです。そして今回の場合もこのケースに当てはまるのではないか。特に今回のような学術的テーマについて報道する場合は
報道する側はテーマに関わる基本的な文献を収集して十分に読み込み、対象者や関係者、対象者の反対の理論を持つ者を含めて徹底した裏付け取材をしなければならないのが記者のモラルのイロハと思う。この本の中では審理における原告弁護団と被告の記者との質疑応答の部分が法廷の臨場感が見えるクライマックスである。原告側弁護士の的確な質問によって被告の記者の取材がいかにずさんであったかが次々に暴かれていく。被告の死者への尊厳を欠いた不実な答弁に遺族や傍聴の支援者たちは満腔の怒りを通り越し呆れ無力感に陥るのであると、香川名誉教授については、昔一度だけ考古学のシンポジウムでお話を聞かせてもらったことがあるのみである。この本の最後に教え子や支援会の各団体の代表者による座談会の模様が書かれているが、誰もが名誉教授の温厚な人柄と学者としての謙虚さ、厳格さを幾度に語っている。香川名誉教授は文春記事による恥ずかしめとその後の辛労で自死の道を選んだのだが、ご冥福を祈りつつもやはり生きて名誉回復のために戦ってほしかった。週刊文春記事の一般読者の一人に過ぎない自分は3回の報道でまさかと思いつつ、ひょっとしたらという思いも離れずにいたが、この名誉毀損訴訟弁護団の著書によって我が身に住み着いていたモヤモヤをすっかり払拭することができた。この事件、東北旧石器捏造事件の毎日新聞の一大スクープよりわずか2ヶ月後の、肘崎遺跡第2の神の手報道は、柳の下の土壌を狙ったスクープを焦った文春の悪質な誤報だったとしか私には思えない。報道被害は名誉毀損という人権侵害をもたらすと同時に、時には人権擁護という名のもとに公権力がメディアに介入する可能性をもたらすこともあり得る。これら両面の危険性を避けるには、報道する側の正常な人権感覚に基づいたモラルある取材態度しかないのではないだろうか。読後外部に対して書く、喋る、伝えるという表現活動をする場合に、正確な調査とは入念な取材がいかに大切であるかを再認確認させてくれた。このことは私的なブロガーである自分への自戒でもある。この本は先の句会でこの本興味あると言って K さんが貸してくれたものである。肘崎事件についてモヤモヤしたものを持ち続けたままに、10年後の今は忘れてしまっている方がいたらおすすめの本だというふうに締めくくっています。いかがでしたか。いかにね、当時瞬間文春がずさんな取材によって人を死に至らしめたかということがこのことからもわかるわけです。そしてそれをいつもね、村西徹先生は、その例を引き合いに出して今回の抹茶の件と重ねているわけです。まあ、今回はね、ちょっと長めになりましたけども、以上となりますので、ではまた。